半に入っても依然混戦が続くセリーグ。8月3日名古屋球場では注目の中日対巨人の試合が行われました。中日の先発はルーキー藤沢。1回の表巨人の攻撃。二塁にヒットで出塁した中畑を置いて柳田がライトスタンドにツーラン。早くもリードを奪います。その裏中日の攻撃。大島のセンターへの大きな犠牲フライで1点を返し波乱含みのスタート。2対1できた6回の裏中日は変わった隅を捉え猛反撃を開始。ギャレットがセンター前ヒットで出塁した後8番宇野は敬遠のフォアボール。ピッチャー藤沢は投手強襲の内野安打。一矢満塁のチャンスにバッター1番高木。キャッチャー吉田が後逸して中日難なく同点。高木はライト線ツーベースヒット。続く藤浪も一塁内野安打。変わった香取から井上、大島、木又が連続ヒット。一挙に6点を奪い試合の主導権を握ります。しかし巨人も山本のスリーランなどで同点に追いつき、さらに9回は巨人中日ともに2点を入れ、結局9対9の引き分け。中日は首位を守りました。